アンドレイ・コルモゴロフ。アンドレイ・ニコライヴィッチ・コルモゴロフ。1903年4月25日から1987年10月20日は、ロシアの数学者であり、確率論及び、位相機科学の大きな発展に寄与した。彼以前の確率論はラプラスによる、確率の解析的理論に基づく、古典的確率論が中心であったが、彼が、速度論に基づく、確率論 確率論の基礎概念、1933年で、公理主義的確率論を立脚させ、現代確率論の始まりとなった。初期には、直感論理や風理へ急数に関する研究を行っており、乱流や古典力学に関する研究成果もある。また彼は、アルゴリズム情報理論の創始者でもある。なお、イスラエル・ゲルファンとウラジーミル・アーノルドをはじめ、コルモゴロフには、 数多くの弟子がいる。1903年、ロシア帝国の田んぼ府で生まれた。母親は出産と共に死亡しており、ヤロスラブリの近くにある裕福な貴族である祖父の故郷でおばに育てられた。彼の父親の本業は農学者であるが、革命運動への参加のために、サンクトペテルブルクから強制送還され、失望の後、ロシアの内戦で自殺している。 コルモゴロフは彼のおばの村の学校で教育を受けた。彼の識字能力は高く、彼の書いた数学の論文が学内の新聞に載るほどであった。またはかくして彼は永久機関を設計しており、彼の通う中等学校の教師には欠陥を指摘できないほど優秀であった。1910年に彼の才能を見出したおばはコルモゴロフを連れて、 ギムナジウムに通うべく、モスクワに引っ越した。コルモゴロフはギムナジウムを1920年に卒業した。1920年に、コルモゴロフは、モスクワ大学及び科学技術研究所、ケミストリー・テクノロジカル・インスティチュートで研究を始めた。コルモゴロフは、彼の広範囲の博識に関する評判を獲得した。学生時代、彼は、ロシア人の歴史家。 バクルスキン SV バクラシンのセミナーに参加し、15から16世紀のノブゴロド広告における土地所有習慣についての彼の最初の研究論文を発行した。また、同時期、1921から1922にコルモゴロフは集合論とフーリエ級数の理論のいくつかの命題を引き出し立証した。1922年にコルモゴロフは ほとんど至るところで発散するフルリエ級数のを示し、国際的な認識を獲得した。この頃に彼は彼の人生を数学に捧げると決めている。コルモゴロフは1925年にモスクワ大学を卒業し、ニコライルージン、ニコレイルージンの指導の下で研究を始めた。この頃彼は生涯の友となるパベル・アレクサンドロフ、パベル・アレクサンドロフを得る。 そのきっかけは教授間の醜い政治上の迫害による、いわゆる、ルージン事件であった。コルーモゴロフは、アレクサンドル・ヒンチン、A ・キンチンと共に、確率論に関心を持つようになる。1925年には、直感論理についての有名な業績となる、配中率の原則に関しても発表されいる。その後、1929年に、モスクワ大学で博士号を得た。 1930年にコルモ・ゴロフは初めての海外の長期旅行に行った。行き先はドイツのゲッティンゲンとミュンヘン、そしてフランスのパリであった。確率論についての彼の先導的仕事、確率論における解析的手法については1931年にドイツ語で発行された。1931年に彼はモスクワ大学で教授になり、1933年に コルモゴロフは確率理論の基礎を発行した。そこではすでに現代確率論の基礎である確率空間の行為が横たわっており、活動中の専門家としてこの分野で世界的な名声を確立した。1935年にコルモゴロフはモスクワ大学で第1代議長になった。1939年に彼はソ連科学アカデミーの正会員に選出された。 1938年にコルモゴロフが静止した確率過程を整えて予測するために基本定理を確立したとする記事が出され、来る冷戦期の主要な軍事利用が示唆された。彼の確率過程、ランダム過程の研究、特にマルコフ過程についての研究は、イギリスのシドニー・チャップマンの独自の研究とともに、チャップマン・コルモゴロフの等式として展開することとなった。 後に、コルモゴロフは自身の研究関心を乱流の領域に変えた。そこでは、1941年に始まる彼の観光物が重要な影響を与えた。古典力学では彼はによって最もよく知られている、1954年に最初国際数学者会議に提示された。1957年に彼はヒルベルトの第13問題。 彼の弟子ウラジーミル・アーノルドとの共同作業を解決した。彼はしばしばコルモゴロフ複雑さの理論と呼ばれるアルゴリズム情報理論の創設者となった。コルモゴロフは1942年にアンナ・エンゴロはア,アンナ・ディミトリルナ・インゴローバという女性と結婚している。彼は一生の間、大学レベルだけではなく、低年齢の小児向けの教育ルーチンをも追求した。 彼は、天才人のための教育学の開発に携わり、その分野も、数学だけでなく、文学、音楽に及んでいる。モスクワ大学では、コルモゴロフは、確率、統計、ランダム過程、記号論理学などの専攻の長などの様々な職を、歴任し、1931年には、同大マッカニックスマシマティックス研究課長に、就任した。1971年に、 トルモゴロフは調査船ドミトリー・メンデレーフ、ディミトリー・メンデレーフで海洋探検に参加した。彼はソビエト大百科事典のための多くの記事を書いた。晩年には彼の努力は確率論の抽象化と応用分野との哲学的な関係の解明に多くが捧げられた。コルモゴロフは1987年にモスクワで死去した。なお彼は 数学の一分野としての確率論は、幾何学や大数学と全く同じように行理を起点として発達させることができるし、またそうであるべきだという格言を残している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。